こんにちは、ゆっくり霊夢です。今回はカイザー・ライヒのアメリカで内戦を最小限の規模にする方法を皆さんに伝えていきたいと思うよ。今回話すのはあくまでルート選択の話でチートとかではありません。あと、今回の話は西岸国は出ませんので、西岸国で統一したい人には当てにはあまりなりません。あらかじめご了承ください。では早速始めます。まず、アメリカ合衆国を残す場合には国家方針にあるガーナ・ワグナー法は可決してください。大恐慌のデバフが少し改善されるので、内戦前の準備がしやすくなります。さて、ついさっき言ったことはこの後話す3つのルートで行った方がいいです。まず最初に話すのはアメリカで社会民主主義政党のオルソンを大統領にするルートです。こちらのルートがおそらく一番勝ちやすいです。オルソンを大統領にするためには、1936年の2月に出てくるイベントを待つと、連立の大統領副大統領候補が出てきます。今回はこの選択肢の上の連立が維持できるならばを選択してください。その後も内政を続けてください。ルートでどこに工場を置くかどうかは、一対一で戦いたい国が放棄する場所を考えてください。適当でもいいですがね。その後にゲームを続けていくと、連立内の不和などのイベントも出ますが、和解できるように努める選択をしとけば大丈夫です。失敗すると連立はなくなります。そうしていくうちに1936年の11月の大統領選挙イベントがあります。ここではもちろん、一番上のフロイド・オルソンを選んでください。元日ストライキを挟みつつ、そして年明けの1937年1月にオルソンが大統領になると、NF が解放され、ここでオルソン限定の選択肢、外従内合を選んでください。ここからは選択肢を一つ間違えると、たくさん分裂するので注意です。選択した後に、イベントが続きます。交渉が始まり、社会党のリードが招待されます。交渉開始のイベントでは最初に論具を呼ぶ選択肢が出ます。これは下の論具の出番はないを選択しましょう。呼べば喧嘩になり交渉は失敗します。続くイベントでリードが党主導の社会保障案を要求、が発生します。こんな提案は飲まなくていいので、これは下のリードにはまともな選択肢を出してもらう、を選択してください。そうすると、妥協点 NLB の設立のイベントが出ます。今回は要求をのみ、上の選択肢の今すぐこの法案を提出するを選んでください。ロングの許可は取らなくていいです。そうすれば、なんとか法案は通り、ロングはブチ切れて、南部で放棄しますが、リードはおとなしくなり、放棄しません。多くのデバフが一斉に取れて、一気に軍拡できます。初期軍隊は少ないですが、内戦の時にディシジョンで出てくる大量の民兵を使えばゴリ押せます。虫が遊んだ感じだと、大体1938年内に集結し、世界大戦前に終わらせることができます。ちなみに交渉がどこかで失敗すれば、マッカーサーが出てきます。お次に話そうと思うのはロングの第一党と妥協するルートです。このルートに入るためには、さっきとは違い、連立をしないでください。代わりに民主党のジョン・ナンス・ガーナーを大統領選挙で選んでください。そしてさっきみたいに1月の就任式まで待ちます。就任したら国家方針、苦難の緊縮を選んでください。そしたらイベントが続き、緊縮法の投票が始まるイベントが出ます。今回は上のフィラデルフィア会議を手配をしてください。そうするとフィラデルフィア会議が始まります。今回は真ん中のリードと社会党を外せを選んでください。リードとは妥協できません。そしたら写真はリードですが、ガーナーとロングが進展のイベントが出ます。上のようやく合意できるを選んでください。これでロングと妥協でき、彼らは放棄しませんし、デバフもつきません。さっきと逆の結果になります。ちなみに、共和党では妥協できません。最後は妥協なんてしたくない方におすすめです。こちらのルートはオルソン以外にも、アルフランドンとジョン・ナンス・ガーナーでも選択。できる NF 断固ある措置を選択してください。選ぶと、リード、ロング双方がブチ切れて、はちゃめちゃなことになり、デバフがまた増えます。そして選択肢があるイベント、J. エドガー・フーバーの提案が発生します。そこでは、リードかロングいずれか一方を暗殺できます。両方は無理です。ですがこれは確率に左右されるので、念のためセーブしてから選んでください。失敗したら両方放棄します。暗殺が成功すると、暗殺イベントが発生し、暗殺した人がいた政党は弱体化し、放棄しなくなります。ただし、この場合は問題があります。このルートでは大量のデバフがつく上に、暗殺した政党の放棄する予定だった地域が市中核州になります。こちらのルートは主は遊んだ感じだと、アメリカ労働組合連盟でやった方が勝ちやすかったです。そして、今回紹介したルートではマッカーサールートは遊べないです。そして、ルートのアメリカ合衆国は民主党、共和党しか選べません。皆さんもこのアメリカで世界を暴れ回りましょう。今回はここまでです。お悩みになっている人に役立てられたら幸いです。チャンネル登録していただけるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。